聞いた話だとこっちの方だったはず。多分ここだよ。すみません、ライドリンシュタートです。クラウディアさんはいますか？おい、いきなりすぎるだろ。これくらいやった方が話も早いでしょ。ライザ、いきなり大声で呼んだりしてごめんね。ライザってマナーとかかなりあれだから。ううん、来てくれて嬉しかったよ。挨拶に行きたかったんだけど引っ越しが忙しくて。私たちの方もドタバタしてて遊びに来るの遅れちゃったんだ。アンペルさんとリラさんから聞いてるよ。みんな自分のやりたいことに打ち込んでるって。まあな、忙しいけど楽しいぜ。充実ってやつ。僕なんかまだわからないことだらけだけどね。アンペルさんたちとは会ってたんだ。うん、近所だし、お父さんの相談役として村に滞在してもらうって。二人も遺跡の調査だったかな。その仕事が終わるまではいてくれるみたい。みんないつかいなくなっちゃうのかな。だとしてもそんなすぐじゃないよ。販路の手続きとか収穫量の調査とかやることも多いし。そっか、そうだよね。じゃあいる間はいっぱい遊ぼう。嬉しいけど、3人ともやることがあるんでしょ。遊んでる暇ってあるの？それはそれ、これはこれだよ。そうそう、暇ってのは見つけたり作ったりするもんさ。変な遠慮すんだって。錬金術だって材料の採取で出かけることも多いし、近場の危なくないとこなら島の案内もしてあげるよ。ありがとう。安全なら外出も許してもらえるかな。あの騒ぎからお父さん少し神経質になってて。あれは実際危なかったしな。俺たちが用心棒として不足なのはまあわかる。ああ、そういえばずっと気になってたんだけど、なんで魔物に出くわすほど森の奥に入ってたの？親父さんもよくいなくなるみたいに言ってたな。なんか訳ありとか？女の子の秘密を気安く聞いたりしない。そんな大げさなことじゃないよ。ただお父さんには。やあ、ようこそ諸君。今日はゆっくりしていってくれ。ああ、こんにちは、ルベルトさん。お邪魔してます。クラウディア、今度私の部屋に来ない？そこならいろいろとお話できると思うよ。うん、ありがとう。
休んじゃおう。クラウディア君、我がアトリエにようこそ。それ、恒例がなんかなの？ご自慢のアトリエにお招きいただき、光栄でございます。錬金術師、ライザリン・シュタート様。クラウディアまでノリノリか。それよ、そういう反応が欲しかったのよ。本当男どもはさ。本当に今日は招待してくれてありがとう、ライザ。旅暮らしだとここまでしてくれる友達もいないから。あ、そっか。ここに招待されたからにはクラウディアも正式に俺たちの友達で仲間なんだぜ。何の正式よ。まあでもそういう感じなのはわかるかも。私の友達で仲間。何クラウディア、そのケース最初に会った時に持ってた？うん、あの時森にいた理由話しておこうと思って。そんなに大した話でもないんだけど。そのケースが理由なの？確か親父さんには秘密だって言いかけてたっけ。うん、中はこれ。へえ、綺麗。これは笛？フルートっていうの。あの日もお父さんに見つからないところまで行ってこっそり練習をしてたんだ。そしたら魔物に襲われたと。なんでそうまでして隠すんだ？親父さん楽器が嫌いなのか？それはちょっと事情があって。いいよ、無理には聞かないから。レントもタオも無神経に触れない。いいわね。わざわざ言わなくても分かってるよ。ああごめんなクラウディア。ううん、私の方こそ。こうして持ってきてるのに中途半端に隠したりしてごめんなさい。それよりさ、せっかく持ってきてくれたんだからちょっと吹いてみてほしいな。ごめんライザ、まだちょっと恥ずかしいから。今度ね。ああそう。無神経はライザの方なんじゃないの？うるさいわね。これからも時々遊びに来ていいかな？言ったろ、仲間だって。いつでも気軽に出入りすりゃいいさ。ここ私の家なんだけど。ライザ、ちょっといいかな。お使いを頼みたいのだけど。フレッサの店でヤギ肉を買ってきてほしいんだ。気出していたことに今気がついてね。お使い？めんどくさいな。買ってきてくれたらお駄賃を出すよ。やる！やります！フレッサさんの店に行ってヤギ肉を買ってきます。
任せたよ。買ったら私のところに持ってきておくれ。消え売れねってのはどういうことだ。この声は、やめろ親父、こんなとこで何やってんだよ。うるせえクソガキ、いきなり邪魔しやがって。てめえどっちの味方だ。そういう話じゃないだろ。ちょっとザムエルさん、道端で喧嘩なんて。え？てめえライザーか。いつそんなでかくなった？前もそんなこと言ってましたよ。じゃなくて、なんで暴れたりしたんですか？過去のクソ天使が俺には先を売れねえと抜かしやがる。俺は客だぞ。金だってあるんだ。街道で魔物をぶっ倒して稼いだ金がよ。なのに、なんで。分かった、分かった。俺が話つけるから、先に家に帰っててくれ。て、胸くせあり。二度と来るかよ、こんな店。すみません、ご迷惑をおかけしました。ライザもすまねえ、嫌なもん見せちまったな。ううん、ザムエルさん相変わらずだね。ああ、酒に酔ったら暴れて、酒がなくなればまた暴れて。あれじゃ、母ちゃんが出て行って当然だ。なのに何もできねえ。そんな俺が、俺はくそ。レント、すまねえ、仲間の前でかっこ悪い。レントの力になれればいいんだけど、今の私じゃ何も。ヤッホー。よう。
おい、買ってきてくれたか、助かるよ。それでおだちんは？もちろん忘れてないよ。これだけあげよう。これだけ？ただの買い物だし、そんなものだろ。ちぇ、足りないというならもっと働くことだ。そうだ、村の人の手伝いをしてみてはどうだい？頑張って人の役に立てばきっといいことがある。おか手伝いか。ところでだね、何？どうしたの？これはすまない。そうだ。
いや。そうね。もう。Thank you.
何？ふん。
どうした？やあ！
やあ！うん。